丈夫です。ちなみに、好きな男性のタイプどんなタイプですか。男性のタイプでご紹介もらっていいですか。なんだろう。今日は日本の野球観戦を楽しみました。たくさんのお客さんですね。球場にはビアガールと呼ばれるビールの売り子がいます。ビールタンクを運びながらお客様に声をかける姿が可愛いですね。タンクだけではなく違う運び方もあるみたいです。服装もピンク、そして緑、そして黄色、たくさんの色があり、大きな声でビールを売る姿は元気をもらえますね。またお客様と会話をして楽しんでもらおうとする接客もとても素晴らしいと思います。おっと、ここでびっくり、ボールがお客様のところに飛んできました。これも野球の楽しみ方の一つですね。膝を汚しながら一生懸命働くビアガラさんに感動。それでは今からビールを頼みます。黒？黒でもいいですよ。ビデオ撮っても大丈夫ですか。ビデオ撮ってもいいですか。こうちょっと下が大丈夫、大丈夫です。これいくらですか。一回750円。でこの、僕初めて来たんですけど、このタンクって何キロぐらいするんですか。この中に入ってるのは10キロで10キロ。装備とか合わせたら大丈夫なの。何時間持ってるんですか。私は4時半から売り始めました。でも売れば軽くなるんで、はい、じゃあこれ僕貢献しました。もう一杯軽くなりました。嬉しいですか。ありがとうございます。お姉さん何さんって言うんですか。あやねって言います。250円です。最後にあの好きな男性のタイプだけ教えてもらっていいですか。なんだろう、一途な人。あ、いいですね。ありがとうございます。すいません、動画撮っても大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。750円です。これで、はい、今日売れてます。結構何倍ぐらい売れてます。今日はなんか今日売れてる方だと思います。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。最後にあのお姉さんの好きな男性のタイプを教えてもらっていいですか。守ってくれそうな人。守ってくれそうな人。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、はい、好きな男性のタイプどんなタイプですか。はい、顔とかだったら、はい、輪郭が綺麗な人。輪郭が綺麗な人。体格は。体格はまあごつすぎず細すぎず細中ぐらい。中ぐらい。今何倍ぐらい売れてるんですか。300いかないぐらい。何時から来ますか。私は4時半から出て4時半から。休憩ないですか。休憩はそうですね、まあ、自分で取ろうと思えば取れるし、私は取りたくないので。売上の何パー入るんですか。何パーとかじゃないんですか。1杯いくらみたいな7人によって決まってる。あ、なるほど。でこれはアサヒのメーカーのやつ。そうです。これアサヒですか。あのアサヒなんですけど、はい、私の基地は朝日直属ではない。あ、そうなんですね。すいません、ちょっと細かくて。あ、いえいえ、大丈夫。申し訳ないです。はい、週何やってるんですか。私は神宮週日全部です。マジですか。今日でシーズンはラストです、私は。でもこれ専属でやってるんですか。専属で、あと横浜スタジアムとベルナドームでもやってます。あ、そうなんですか。はい、そこも行っていいですか。そこも行っていいですか。あ、行っていいっていうよりは自分、はい、僕が行って、ビール頼んでいいですか。行ってください。じゃあ、そしたら。ビールまた頼みます。ビールだけしか言ってる。私はビールしか売ってないです。ビール好きなんですか。ビール本当ですか。ありがとうございます。